天は、太陽国番国出身の中国系大人の歌手。男性アイドルグループ NCT のメンバー。SM エンターテインメント所属。本名は、チッタポンリチャイアポンクル。2016年4月、NCTU でデビュー。2019年1月、ウェーブでデビュー。2019年10月、スーパーエムでデビュー。中国名は、リヒサシキン。 1996年2月27日、タイ王国バンコクで生まれる。バンコクにある国際学校のシュルーズベリー校に10年間在学していた。スーパージュニアのソーリー、ソーリーの舞台を見て歌手になる夢を持った。2011年、タイのオーディション番組ティーン・スーパースターに出演し準優勝を果たす。2013年、SM エンターテインメントのグローバルオーディションに 合格し、練習生となった。12月24日、SM ルーキーズのメンバーとして公開された。2015年3月6日、SR15 バイトとして参加した、ダンスビデオ、ベースポットが公開された。2016年4月9日、NCTU として参加した、ザ・セブンス・センスが公開された。7月27日より、ネットのダンスバラエティ番組、 ヒットザステージに出演した。2017年2月、大の乗り菓子、マシタの広告モデルに就任した。4月7日、SM ステーションより、ムチュームを公開。7月3日、大の文化受賞式、2016から17、大ヘッドラインニュース年度風雲人物に出席し、文化娯楽部門の年度風雲、最高人気人物賞を受賞した。11月、 内の飲料ブランド、エプレイの広告モデルに就任した。2018年2月27日、NCTU として参加した、ベビードンとストップのミュージックビデオが公開された。4月6日、SM ステーションより、ニューヒーローズを公開した。7月、SM ステーションに参加したアーティストによるコンサート、ザステーションに出演。12月31日、 NCT の中国ユニットウェーブとしてデビューすることが発表された。2019年1月、所属ユニットウェーブがデジタルアルバムザ・ビジョンで中国デビュー。4月8日、ダンスビデオラブリーを公開。10月4日、スーパー M のファーストミニアルバムスーパー M が発売された。2020年5月31日、銀女ザ・ライオットにフィーチャリングで参加。 11月23日 NCTU として参加した9 0 s l ブのミュージックビデオが公開された。11月27日 NCTU として参加したワークイットのミュージックビデオが公開された。2021年8月10日 SM ステーションよりペイントメネイキッドを公開。8月17日 Wave 9のユニットとして結成された Wave 10& ヤンヤンがシングルローローを発売した。ウオザ。血液型は A 型。身長は1 7 2トル。体重5 8キロ。足のサイズは2 7トル。趣味は映画を見ること、音楽を聴くこと、エアデザインを描くこと、動物の動画を見ること、大の猫好きとしても知られている。タイではヨットやモーターボート、アーチェリー、スキー、 スノーボードといった趣味を楽しんでいた。趣味のスノーボードを学ぶためにスイスを訪れたこともある。特技はバスケットボール、ラップ、テコンドー、ピアノ、サーフィン。ジュースは飲むが恐ろしいという理由でフルーツは食べない。コーヒーの苦味が好きでビターチョコレートも好き。好きなアーティストはテミン、ボア、リアーナ、ジャスティン・ティンバー・レイク、ジョルジャ・スミス。タイ語英語。 韓国語、中国語を話すことができる。現在は日本語を勉強中。NCT メンバーのユータに日本語の文法を教えてもらったことがある。中国語は中国のバラエティやドラマを見ながら学んでいる。韓国文化で難しいと感じたものは敬語。2021年10月、SNS プラットフォームファントゥでハングルの日に開催された。 海外出身アイドルの韓国語を紹介する韓国ご自慢大会で1位を獲得した。お気に入りのニックネームはテンイズテン。あだ名はテンヤン。動物好きの父親の影響でタイの実家では猿2匹、子犬が7匹、モモンが10匹を飼育している。2018年の SM エンタのハロウィンパーティーの仮装はモナリザであった。2020年のウィンウィンの誕生日会では 不思議の国のアリスより、アリスの仮装を披露。2021年の SM エンタのハロウィンパーティは、黒執自よりシエルファントムハイブの仮装を披露した。ありがとうございます。